エンジンオン。では今日は久しぶりの下で2人も乗りに行きます。え？GoPro をですね外そうとしたらボキッと切っちゃいました。これ2個目です。1個目の時はですね、Facebook の友人の方からいっぱいあるんであげるということでお持ちいただいたんですけども、これだけ GoPro 売ってないんですね。で、散々台湾でいっぱいお店を回ってなくて、それで送っていただいたんですけども、しょうがないので互換の、まあ、いわゆる偽物コピーものを使います。 GoPro は社外製のネイキッドマウントでヘルメットに取り付けています。もともとは防水のためのカバーが本体に溶着でついていたのですが、グローブをしたまんま押すことができないので、それをドリルで撤去しました。マイクは台湾製で、直接 GoPro に挿せるようなコネクタになっています。価格は220元で、日本円で700円ぐらいです。インターコムも台湾製で、取扱説明書が北京語で書かれています。 Bluetooth のペアリングに毎回苦戦しています。マイクはソニーのイヤホン型骨伝導マイクを使っていたのですが、ヘルメットの着脱に不便なので固定式のマイクに今回変更します。ベルクロテープで留めてみます。入ってない？入ってない。嘘、切れてるの？なんでやねん。とりあえずこのまま行きましょう。ピカピカ行ってないのに、すっぽ抜けてるわけでもないし、勝手に電源切れちゃうのかな。煩わしいが好きじゃないと無理ね、こういうのってのね。何でも煩わしいですね、怖いですね。キャリアをつけてる間に電源が落ちて、まあまあかな、悪くはないけど。アイドリングがちょっと高い。あ、今音入った、音入った。あ、そう、すっぽ抜けかかったのか。まあいい感じで入っていますね。隣の隣のお兄さん、 iPhone を耳に挟んで走って、すごい怖いけど、そっち行くか。ここで何？事故？すごいね、こんなところで。分かんなっちって、はいはい、え、カルフール地下ね。うんうん、本当に久々だからね、20日ぶりぐらいか運転。箱の維持どう？今日はですね、箱が転倒した時にですねダメージを受けまして、擦れたのはいいんですが、クラックが入ってしまいました。かなり広範囲にですねクラックが広がってってて、今日はそれを補修します。裏側から見ると結構顕著に割れが見えます。こう割れてますね。今日はそれをですね、このホットグルーで修理します。日本から持ってきたグルーなんで100ボルトですね。
台湾の電圧110なんでちょっと高いんで、あの日本と違って溶けが結構激しいです。何でも修理にですね、このホットグルーをこっち来てから使ってます。最初のうち瞬間接着剤とかですね、エポキシを使ってたんですけども、強度がでいいかっていうところでいくと、もう見栄え関係なく、あのホットグルーがいいということで、ずっとホットグルーばっかり使うようになってます。エポキシが、まあ前は万能だと思ってたんですけども、エポキシでもあの剥がれちゃうことがあって、ホットグルーの場合これ失敗したらやり直しが効くっていうところが一番いいですね。ニュルニュルっと出てきちゃいましたね。こんな感じで電圧高いと、うん、出てきちゃいますね。そんなに。ではもう早速白がなくなっちゃったんで、黒を入れてるんで黒が混じっちゃいますけど、まあいいかな。激しく割れてるの裏と表とえらい違い。とりあえず箱狭いとか元通り、うん、はい、うん、調子いいよ。お兄ちゃんが言ってくれればいいけど、うん、久々だと怖いね。あの車左折しようって、左折しないか。あれゲートできた？違うか。ゲートがあるよね。こっちかこっちに。ああ、車のゲートができちゃった。いや、汽車って書いてあったからね。いやいや、うん、近くでいいよね。一番近くでいい。はい、ここでね、出れなくなっちゃうかな。そっか、これでいいよね。じゃあ、はい。